今日私はお皿を洗わなかった。ベッドはぐちゃぐちゃ。つけておいたおむつはだんだん臭くなってきた。昨日こぼした食べかすが床の上から私を見ている。窓ガラスは汚れすぎてアートみたい。雨が降るまでこのままだと思う。人に見られたらなんて言われるか。ひどいねとか、だらしないとか、今日一日何をしてたのとか。私はこの子が眠るまでおっぱいをやっていた。私はこの子が泣き止むまでずっと抱っこしていた。私はこの子とかくれんぼした。私はこの子のためにおもちゃを鳴らした。それはキュッとなった。私はブランコをゆすり歌を歌った。私はこの子にしていいことと悪いことを教えた。本当に一体一日何をしていたのかな。大したことはしなかったね。多分それは本当。でもこう考えればいいんじゃない。今日一日私は澄んだ目をした髪のふわふわなこの子のためにすごく大切なことをしていたんだ。そしてもしそっちの方が本当なら、私はちゃんとやったわけだ。